島第一原発の汚染水問題について、東京電力の広瀬社長が全漁連、全国漁業協同組合連合会に対し陳謝しました。最も懸念していました事態が相次いで発生したことは非常に遺憾であります。もはや記者の汚染水管理は破綻したと我々は考えております。本当に重ね重ね大変申し訳なく思っているところです。本当に申し訳ございません。全漁連の岸会長は東電の対応を厳しく批判した上で、国の主導のもと一日も早い抜本的な解決を求めました。しかし東京電力の説明に対し、漁業関係者からは落胆の声も聞かれました。今日の東電さんの説明もちょっと初歩的すぎで、ちょっと私には納得のできる説明ではなかったと。そんなこと2年前からやって当たり前のことである。